全国の皆さん、こんにちは。こんにちは。それでは令和3年度の行政書士試験合格者インタビューをやっていきたいと思うんですけれども、今回ですね、福岡県大野城市からお越しいただきました平塚博久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平塚さんが、今年度の豊村クラスの合格者インタビューのですね、鳥を飾ると大鳥ですね、はい、一番最後の方、はい、ということになります、はい。今年も90名近くやってきましたけれども、最後ということでぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて平塚さん、はい、入門カリキュラムでやられたということなんですが、はい、10ヶ月ぐらいということは年明けぐらいからっていうイメージですか？アガロデさんの受講の申し込みをしたのは確か1月の末か2月の頭だったと思います、はいはいはい、そこからテキストが届いてそうですね、そこからテキスト届いてる。なるほどなるほど、ね、そもそもこう、はい、勉強しようかなと思ったきっかけみたいなのってそうですね、今私がやってる仕事っていうのが、はい、委託を受けて土地の収容に関係する仕事なんですね。で、仕事をする中で司法書士の先生とかあるいは法務局の登記官の方なんかとお話しする機会があるんですけども、まあ、そういった方々とお話しする中で私自身も、まあ、いわゆる法律のプロとして活躍したいなという思いが強くなったということと、今その民間資格でその保証業務管理士っていう資格を持ってるんですが、はい、それプラス国家資格で、まあ、ちょっと差別化を図りたいなと思いですね。じゃあ今やられてるお仕事に関係してくるぞということでやってみようと思います ね、はい、さてそのテキストがこうドーンっていきなり届くじゃないですか、はいはい、どういうふうなこう学習の進め方をされていったんですか？もう豊村先生が講義の中でおっしゃってた通り、まあ、確か最初民法から始めたから、はいはい、民法やって行政法やって、うん、確か憲法の順番で、はいはいでやってきましたね、はい。じゃあこうインプットが始まって、はい、一通り終わったなっていうのはどのぐらいの時期だったんですか？ですね、そうですね、一通り、あ、それは一般知識とか小科目、一般知識とかじゃあ置いてメイン科目はどのぐらいの？メイン科目はですね、2ヶ月ぐらいだったと思います。あ、じゃあかなり早いペース、ね、そうですね、結構ハイペースで、はい、動画視聴しましたね。あ、そうなんですね、はい。過去問のこう講座とかもついてるじゃないですか、はいはいはい、ああいったものっていうのは同時並行？確か、法令科目を二回しぐらいした後に過去問を解いたんですけど、はいはい、もう解いた時全然分からなかったんですよ、はいはい、もうちょっとまずいなと思うぐらい、もうそこでビビっちゃったんですね、うん、なのでそこからもう多分二回しぐらい動画を見て、はいはい、でそれから徐々にこう過去問に入っていったっていう感じですね、はい、過去問に入った段階で、はい、インプットの動画は2回ぐらいご覧になってた？そうですね、2回は見てましたね。そうじゃ時期的にはいつ頃なんですか？過去問、そうですね、実際本格的に過去問入ったのは多分6月か、それぐらいだと思います。今のお話だと2月ぐらいにスタートして、はい、2ヶ月かけてインプットがまず1回やって、はい、そこからもう1回やって、はい、過去問に入っていたと。そうですね、なるほど、はい、じゃあその最初の時はちょっとあれと思ったんですけど、途中からだんだんできるようになっていったの？ですね、もう何て言いますか、夏場ぐらいまでは正直言ってこのままじゃとてもじゃないけどっていう感じだったんですね、はいはい、ただ私の場合はどちらかといえばこうインプットしてアウトプットしてって繰り返し皆さんされるじゃないですか、はいはいはい、で当然ながらその過去問っていうのもやってたんですけど、どちらかといえば講義をたくさん聞くっていうことに重きを置いてたというか、書いて覚えるのが苦手だったんでずっと聞いて、で夏ぐらいまではちょっとまずいなと思いながらも、もうひたすらまあ講義を聞いて過去問を解いてっていう感じでやっていけば、少しずつこう点数が伸びていったというか正解率が上がっていったっていう感じですね、はい、そこからじゃあその正解率上がっていってからは結構こう繰り返して多分ですね、過去問自体は多分4回ぐらいしか回してないんですよ、はいはい、多分動画の視聴回数はもしかしたら私一番聞いてるんじゃないかなっていうぐらい。インプットの動画ですか？インプットの動画はもう相当、もう過去問の解説講座、林先生の講座とか、はいはい、あと築城ローラーで田島先生の講義とか含めてかなりの回数聞いてると思います。早聞きにしたんですか、途中？そうですね、なるほど、はい、テキストにこの講義は何分だっていうことを書いてたりとかして、うんうんうん、なるほど、はい、じゃあもう早聞きで何度も繰り返して、そうですね、もう2倍とか、うん、じゃあこう耳と目から入れて頭に残していくっていうやり方なんですね。そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、いろいろやり方ありますよね、はい、問題解いて頭に残す人もいれば、書いて覚える人もいれば、ね、はい、目と耳から入ってくる人もいるってことで、はい、でそうするとじゃあ8月、はい、9月はそういう状況で、はい、ここになんか模擬試験のことが書いてあって、はいはい、模擬試験は8月半ばと
そうですね、8月の中、時間を計ってやられたってことなんですよ。これどうだったんですか、この模擬試験。ですね、模擬試験はネットカフェで解いたんですよね、うんうん、はい、で実際問題を解き終わったのは3時間超えてました、はいはい、であくまでも自己採点なんですけど、うん、まあ記述もちょっと甘めかなと思いつつ、はいはい、その時点で160から170ぐらいの間、おーおー、じゃあ結構な、うん、かなっていう感じですね、うんうん、はい、じゃあ8月半ばにはまだ合格点には届いてないけども、うん、はい、だいぶ見えてはきてきた。いや、その後ですね、その前の年の、うんうん、いわゆる試験のやつを一通りやってみたんですよ、はいはい、その時はボロボロでしたね。あ、前の年の本試験を。本試験を。なるほどなるほど。ボロボロでした。で、ここに書いてありますけど、模擬試験受けたんだけど、はい、やはり3回ぐらいは模擬試験受けといたらよかったなっていうのは。いや、もう絶対受けた方がいいと思いますね。なるほど。私は1回しか受けてないんで、うん、本番の試験も試験終わったのって1分前ぐらい。あ、そうなんですね、はい、なるほど。受けた方がいいですね。確かに今のお話ですけど、平塚さんみたいに先ほど伺ったら、はい、大野城市っていうのは、はい、福岡市の真ん中まで結構すぐ出られるということなんで、そうですね、すぐですね、例えば、はい、レックとか、はい、そういう通学の模試も受けようと思えば受けられるわけじゃないですか。そうですね、だからそういうのもやっていけばよかったなっていうのはちょっとあったりするんですかね。いや、実際その仕事しながらなんで、はい、通学っていうのはちょっと難しいかなって思ってたんですね、はいはい、だからもう通信の一択っていうことだった。でもまあ何個かやっといたらよかった。そうですね、うん、はい、なるほど、そういうことなんですね、はい。で、試験という意味ですね。試験、模擬試験。あ、そういうことですね。はい。はい、なるほどなるほど。はい、で、そうすると8月9月、はい、力が上向いてきて、はい、で直前期10月ぐらいになったらどうですか。ですね。ただやっぱり一番いいパターンというのは、うん、マークで180点取る。はいはい、はい、まあ、なるほど。ただそのやってる中でマーク180点こうちょっと厳しいなっていうふうに思ったんですよ。なので、10月、9月末か10月ぐらいだったと思うんです、うん、はい、それから記述の対策を始めたんですね。で結構記述対策は、まあ、やれたのかなと思ってますけど、うん、それやると自然とこうマークの点数もガッと伸びる気がします。まあ相乗効果ありますね。そうですね、はい、記述の対策は具体的にはどういうふうにやられたんですか。ですね、まず一つは豊村先生が講義の中で丸きマーク、はいはい、つけろって言ったところはもう全て覚えて、うん、あとは市販で記述の対策の本ありますね。予想本、はい、であれを買ってでエクセルでだいたい行政法で60問ちょっとぐらい、それから民法で120問ちょっとぐらい、はい、簡単な形でこう要約した形の問題を自分で作って、それを持ち歩いてこう常に見れるような。それはもうカードみたいな感じですか。いや、もう本当 A4 の紙で、あ、まあ、はい、Excel のやつをプリントアウトして、ね、なるほどなるほど、はい、どこでも見れるように、うん、それをじゃあ9月から10月にかけて、そうですね、9月の半ば過ぎだったと思います、うんうん、なるほどなるほど。やその線ちょっと工夫してもうまさに成功したって感じですか。そうですね、作戦的にはちょっと記述なしではちょっと取るの難しいかなって初めから想定してたんで、そこはうまくいったのかなと。なるほど、はい、うん、商法とかどういう対策だったんですか。ですね、法令科目の中で一番商法がやってない科目でしたね、はいはい、基本的にはもうテキストと過去問ぐらいですね、はいはい、うん、もう正直言って先生が講義の中で、うん、もう捨てるなら捨てるというふうにおっしゃってたじゃないですか、うん、はいはい、ただ捨てきらない、はいはい、捨てきらないんで、うん、だから最低限のことはやっとこうかなと思って、うん、講義中心っていう感じで、そうなところをちょっと中心に。そうですね、なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、やっぱ社会人の方ですからこう、はい、時間の捻出っていうんですか、はい、勉強時間の捻出っていうのはどういう感じだったんですか、うん、そうですね、まず朝起きて1時間ぐらい勉強して、で仕事中昼休みの時間ですね、でそれからあと帰ってきてからっていうことで、そうですね、夏場ぐらいまでは平日は、可能であれば3時間以上は勉強しようと、で休みの日はプラスアルファって感じですね、うんうん、ただ直前期に入るともうそれをもうちょっと、はい、こうなんて言いますか、プライベートの時間をちょっと割きながらですね、はい、少しでも勉強の時間に当てれるようにっていう感じで。それはその直前期入ってきた時は朝とか夜が増えるんですか、イメージとして。平日は、私もともと早起きなんですよ、はいはいはい、だから朝起きて体力が続く限りネットカフェなんかとかいろんな場所を変えながらですね、なるほど、はい、気分転換を図りながらですね、うん、だから夜遅くまでっていうよりも、まあ、単純にスタート時間は同じで勉強時間を長くしてたっていう感じですね。なるほど、はい、休日の方もやっぱり直前期に入ると全然伸びてきた感じですか、はい、伸びましたね、うん、やっぱり皆さんそうだと思うんですけど、うんうん、やっぱり10時間以上はやってたと思います、はい、9月以降って感じですか。
ですね、それは多分8月下旬ぐらいから、もうその時期、はい、8月下旬からもう土日はかなり10時間近い、ね、はい、あ、なるほど、そうなんですね、はい。やっぱり今回ね、この一発合格されて、はい、で10ヶ月で合格されてるってことなんですけど、はい、お話伺ってると工夫も多いし、はい、あとやっぱ勉強時間がやっぱしっかり確保されてますよね。そうですね、うん、どうしてもその、まあ、どちらかというと耳弁みたいな感じで、うん、書いて覚えるのが苦手なんで、それだけ逆には効率の悪い勉強法だったのかもしれないんですけど、こう、まあ、聞いて覚えるという、はい、作業の繰り返しだったんで、うん、時間はかかったんで、うん、そこもう何度もやって脳にすり込むようなイメージですね。もうそれこそあの先生、うん、もう林先生、田島先生、豊村先生のモノマネができそうなぐらいの勢いで、ね、それもあの早聞きだから早口のモノマネ。そうですね、なるほどなるほど、そういう感じですよね。はい、そうですね、なるほど、はい、うん、いや、 やっぱりね、あの、うん、短期で一発合格される方っていうのは勉強量がやっぱりしっかりしてるのと、うん、それから工夫となんか気合がね、やっぱ違いますね。そうですね、やっぱり直前期になると夢の中でも問題解いてたりとかしましたね、うん、はい、やっぱり一発で合格っていうのを目指してたんで、うん、なるほど、はい、今合格されて、じゃあ今後は登録されていく感じなんですか。そうですね、登録はしようと思ってます、うん、はい、でまさに先ほどおっしゃったように、そうですね、仕事で生かしていく。そうですね、今と仕事と併用しながらうまくこう回せたらなっていう感じですね、うん、あ、そうなんですね、はい、なるほど。さて、あの、はい、カメラの向こうなんですけど、はい、まさに今こう社会人で勉強されている方がいっぱいご覧になっていると思うんですが、はい、そういった方に向けて、メッセージ、アドバイス、もしくはあの福岡県とか、はい、九州で頑張って皆さんに向けて、はい、メッセージ、アドバイスあれば最後にお願いします。あ、そうですね、はい、まあ、偉そうなことは言えないんですけど、基本的にその講師の方々、プロの先生の方々がおっしゃっていることっていうのは正しいことがもうほぼほぼ、まあ、正しいことばかりだと思うので、まあ、素直に、そういったお話を聞いて、あとこうぶれないというか、あれこれ手を出さずに、あの、信じてやることが大事じゃないかなと思います。もう大変だと思いますけど、頑張ってください。よろしいでしょうか。はい、はい、というわけでですね、令和3年度の行政書士試験合格者インタビュー、豊村クラスのですね、この合格者インタビューの最後の大トリを飾っていただいたのは、福岡県からお越しいただきました平塚博久さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。